皆さんこんにちは。私のチャンネルへようこそ。ダウンタウン松本人志、60、が活動休止に入ってから1ヶ月以上が経過。お笑い界トップに君臨してきた男の不在を救うのはやはり相方、浜田雅敏、60、ということになるのかもしれない。2023年12月27日発売の、週刊文春。 文芸春秋が2015年に都内の高級ホテルのスイートルームで行われた飲み会で松本から大人の関係を強要されたと複数の女性が告発していると報道松本は疑惑を完全否定し1月8日に裁判に注力するため芸能活動を休止同月22日同志を発行する文芸春秋に対し 名誉毀損による損害賠償と謝罪広告の掲載などを求め、東京地裁に提訴したと、同日、所属する吉本興業を通じて発表。松本個人による提訴となり、損害賠償請求額として5億5000万円を求めている。2月22日発売の「文春」は、 松本から編集部に訴状が送られてきたという記事を掲載。そこで明らかになったのは、松本サイドは、文春、の、松本人志と恐怖の一夜、俺の子供埋めやと題した記事によって名誉を毀損されたと主張。5億5000万円の損害賠償に加えて、 文字の大きさやフォントも指定した謝罪広告の掲載を求めていることだった。第1回口頭弁論は東京地裁で3月28日に開かれる予定だ。松本の活動休止を受け、ダウンタウン及び松本が出演する7本のレギュラー番組はそれぞれ対応を発表。中井正宏、51と松本の冠番組。 松本中井は誰かと中井に解体し代々 MC に嵐二宮和也40お起用人し松本の酒のつまみになる話は番組名を酒のつまみになる話共にフジテレビ系に変更松本の席には千鳥醍醐43が座ることとなり 2月9日には大 o を中心とした番組が放送された。ワイドショー関係者は話す。さまざまなメディアで報じられていますが、二宮さんが誰かと仲居、の MC を担当するのは期間限定で、出演は3月いっぱいとも言われていますね。二宮さんはもうすぐ大型映像作品の撮影に入るそうです。 ドラマや映画はスケジュールが全く見えませんからね。今年7月クールには日曜劇場で、ブラックペアン、TBSK の続編がスタートすると一部で報じられており、タイミングを考えれば、同作がそろそろクランクインするのではないでしょうか。ニノミヤが主演を務めた2018年4月クール放送のブラックペアン、 は全話の平均世帯視聴率が14.3%と大ヒットを記録。ドラマファンからは続編が待望されてきた。日曜劇場は日曜21時の放送ですから、ブラックペアンの放送が始まる7月以降は、二宮さんが、誰かと中いの敵に回ることになるわけです。 二宮さんが初めて MC を担当した2月4日の「誰かと仲居」のコア視聴率13から49歳の個人視聴率は6.5%すべてビデオリサーチ調べ関東地区と超高視聴率を記録これは1週間の全局全番組の中でもトップ3に入る数字でした以降も視聴率は好調で 二宮さんが MC を担当するようになってから番組は絶好調 SMAP と嵐という国民的グループの MC 共演ということで多くのファンも歓喜していますが今度はライバルになってしまうというのは中井さん番組にとってはピンチですよねそんな中で言われているのが二宮さんに代わって松本さんの相方濱田さんが誰かと中井 のの代々 MC に就任すするでではなないいかととうことなんです全道ダウンタウンデラックス読売テレビ日本テレビ系ダウンタウンのガキの使いやあらへんで日本テレビ系水曜日のダウンタウン TBS 系といったコンビのレギュラー番組は浜田一人で放送を続けている。 プライベートでも親交の深い松本と中井にとって2人のレギュラー番組をやることは20年来の夢だったという当時レギュラー出演していた「ワイドナショー」「フジテレビ系」を降板してまで「松本中井」に臨むほど特別な思いを抱いている番組だと2月19日配信の「週刊女性プライム」「主婦と生活者」 が報じている中井にも「松本が戻ってくるまで番組を守り抜きたい」という気持ちが強くその場しのぎの代打 MC ではなく「信頼のおける人に任せたい」という意向があり「浜田の名前が出ている」と同記事では報じている確かに松本さん不在の穴を埋めるのは相方の浜田さんというのが自然ですし 周囲も期待してしてままいますよね浜田さんは純粋に MC としての能力がとても高いですし彼がやるのが当然の流れとも言えそうですただ浜田さんが「誰かと仲居」で MC を務めるには大きなハードルが立ちはだかりますそれは浜田さんの「フジテレビ嫌い」もはや業界でも有名な話ですね バラエティ番組制作会社プロデューサー。これまでもたびたび報じられてきた、濱田正俊フジテレビ大嫌い説。そんな濱田だが、これまで、ダウンタウンのごっつえい、ー、感じをはじめ、ヘイヘイヘイ,ヘイミュージック、チャンプ、ダウンタウンナウ、など、フジテレビの番組に出演してきており、現在も同局の、 ジャンクスポーツで MC を務めている。前室の制作会社プロデューサーは話す。浜田さんにとって、ジャンクスポーツだけは特別な存在なんです。2000年に始まり、当初はスポーツ局が番組を制作していました。2010年に一度終了したものの、2018年からは再び日曜のゴールデンで復活。 浜田さん自身インタビューでこれまで番組で一緒にやってきたアスリートとかスタッフも自分にとって財産とまで語っていたぐらいですからねただそれ以外は富士と距離を置いているように見えますよね浜田さんは芸人やタレントをとりあえず体制集めて ノープランでわちゃわちゃするような藤が得意とする明確なコンセプトのない長時間特番が大嫌いだそうでそういう仕事は絶対にしないと言います他局のバラエティ番組の現場で冗談っぽくでしょうが浜田さんが藤みたいなことはすんなようと番組制作のやり方について話していたとも聞こえてきています全道 2021年10月のジャンクスポーツでは浜田自身が1時間番組の収録を46分で終わらせたというエピソードを披露する場面があったが無駄な仕事はしないというスタイルを貫いていることがうかがえる浜田さんは演者でありながらプロデューサーなんです番組の構成 聞かれれば予算のかけ方なども助言することもあるといい収録をしながらオンエアがどうなるかも見えているだから猛尺は十分と感じれば早く収録を終わらせるんでしょうそしてそんな浜田さんとフジテレビの確執が決定的になったのが2022年9月の「FNS ラフミュージック歌と笑い」の祭典 だったと言われています前室の制作会社プロデューサー2022年9月10日と11日に2夜連続で放送されたフジテレビの超大型特番「FNS ラフミュージック」では10日に松本が浜田に生電話をかけよく11日の番組出演を提案浜田も「いつまでやってんの?」 都出演への含みを持たせたが第2夜のスタジオに登場したのは濱田に扮したモノマネタレントの山本隆弘49だったラフミュージックでは MC 陣全員が本当にアポなしで関係者や知人に電話をかけていて松本さんも同様だったそうですただ濱田さんは その場のノリでうまく転がって盛り上がればいいといった放送が大嫌いだと松本さんが浜田さんに電話をかければ視聴者は驚き喜びますが裏でしっかりと段取りをしてからオンエアに臨むというのが浜田さんの考え方だといいます一方富士のラフミュージックの制作陣は結果的に事前の相談もなしに 生放送でいきなり松本さんに電話してもらったと、これに浜田さんは、それはないやろ、となり、富士との亀裂がさらに広がってしまったと言われています。このままだったら、浜田さんと富士テレビの関係性はかなり厳しい。ライフワーク的な、ジャンクスポーツ、だけは別として、関係を修復する機会もなかなかない。ただ、 今回の「誰かと仲居」の件がチャンスになるのではという見方も出ていると言います周囲は浜田さんに松本さんの穴を何とか埋めてほしいと思っていますし藤も浜田さんに何とかお願いしたいと思っている過去には浜田さんの怒りを買ってしまいましたが何とか納得してもらう形を提案し「誰かと仲居」 の MC に就任してもらえるよう手を尽くしていくのではないでしょうか。全道1月25日深夜放送のラジオ番組、ボブボブラジオ、MBS ラジオに出演した浜田は、活動休止に入った松本について初めて言及。とりあえず、あの人の代わりはオランから戻ってくるまで、自分のできることをやろうかなという感じです。 とコンビ愛をあらわにしたフジテレビ以外の番組では松本さんが戻ってくるまで浜田さんが穴を埋めていて有言実行まさに気害を見せてくれていますよねフジテレビとの話し合いがうまくまとまって誰かと仲良いの m C 就任を実現に至ればいいのですがどう7月からライバルとなるニノに代わって マッちゃんが抜けて解明された「誰かと中居」。その窮地を救うのは、やはり相方のハマちゃん。「誰かと中居」の二宮の MC に対し、ニノも遠く力あるし頭の回転早くて見てて気持ちがいい。中居んとニノちゃんの「あれ?」。組んでもう何年か経ってるっけなーうんかんすごかった。 中君とニノちゃんのオープニングトークうれしいと絶賛コメントが寄せられている今回の拙者には彼氏と添いねなうなど歓喜の声多数どこだと思いますか次は CU でした。